これは番号。なんとかなりそうか。これは魔王の城への封印を解く鍵みたい。ちょっとこれを見てもらえる？わかる範囲の言葉を書いてみたの。手に入ったのは石の守護神という部分の石片。石の神殿にあったことを考えると、ここの石片の言葉に何か意味があると思う。あと4つの石片がはまりそうな場所があるんだけれど、煮え、機械の断り、記憶する木、忠誠のケルベロス。このうち機械の断りは多分ロボット山を示していて、記憶する木は神話の森かしら。あとの2つ、煮え、忠誠のケルベロスは何のことを言っているのかわからないわ。なるほどな。ん？各地点のでかい魔物を倒して順番に言葉を埋めていけばいいわけだ。手当たり次第に殺していくと。魔王の元に行くためだ。それに相手は魔物、構わないだろう。けど危ないわ。さらわれたヨナの方が危険だ。でもヨナちゃんは生きてる。絶対に生きてる。とりあえずロボット山と神話の森に行ってみます。わかった、気をつけてね。カイネさんとエミール君のことなんだけど、本当は町の人も感謝しているの。ただ態度や主張をすぐに変えられる人は少ないわ。少し時間をちょうだい。私も努力してみるから。はい。ポポルさんがロボット山に鍵がありそうだと言ってたな。あの兄弟に聞けば何か情報を得られるかもしれぬな。これだけあっても使える機械はほんの一部さ。見て見て、こっちはまるで新品だ。慌てるな、足元に気をつけて。大丈夫。まずい。え、あ、行けよ。ロボット山か。あの兄弟に話を聞いてみよう。何か知っておるかもしれぬしな。やあ、いらっしゃい。弟の方か、久しぶりだな。兄さんは元気か？実は4年前に事故で。そうであったか。悪いことを聞いたな。いいんです。ちょっと聞きたいことがある。何ですか？
この辺りで魔物の話を聞いたことはないか。しかも普通のやつじゃなく、巨大だったり強力な魔物なんだけど。そういうのが出たとは聞いていませんね。僕はロボットを倒すことだけが生きがいですから。そうか、ならいい。それじゃあな。あ、ちょっと待ってください。なんだ。実は強力な武器を手に入れたんです。あなたなら扱えると思うんですけど。しかし見たところ壊れておるようだが。ええ、刃の部分が随分傷んでいるので、そのままでは威力を発揮できないんです。直せるのか。はい、素材さえあれば。なら素材を取ってくるよ。よかった。捨ててしまうにはもったいなくて、必要な素材は形状記憶合金です。地下2階にいる大型の敵からしか取れないので気をつけてくださいね。あと、こちらが地下2階に行くためのパスコードです。エレベーターで使用してください。わかった。これはいい素材ですね。早速武器の強化を行いますよ。わがままに付き合ってもらったので今回は無料でいいですよ。これはちょっと時間がかかりそうですね。完成したらお手紙で連絡させてもらいますよ。ありがとう、助かるよ。完成したらお手紙で連絡させてもらいますよ。ありがとう、助かるよ。ところで本日はどんなご用ですか。ありがとうございます。さて、どうする。武器の修理には時間がかかるようだが。ポポルさんが神話の森に何かありそうだと言っていたな。あのやかましい連中の村か。気がめいるな。あなた方ですか。え、最近変わったこと。神の木から変な気配がするんですよね。神の木。ええ、村の奥にある木ですよ。その妙な気配は調べたのか。いいえ。なぜ調べる。近寄ってはいけないことになっているので。なぜ近寄ってはいけないのだ。さあ、なぜかはよくわからないです。とにかく近寄ってはいけないんです。妙な話だ。最近は。白も言えた義理じゃないよ。我はこのような言葉で苔脅しをするような。待て、続きがあるようだ。続きを言うか、苔脅す義理のほうが苔脅す。望んだことを教えてくれるってことか。それはありがたいけど。
これは。しかし魔物が思考するというのは初めて知ったな。どうでもいいさ。奴らが何を考えていようと、こんな面倒はもうごめんだ。あの木を倒したことでもう文字の世界に埋もれることもあるまい。時間が巻き戻りでもせぬ限りはな。ロボット山の弟から手紙が来ていないか確認しに戻ろう。手紙が来ているようだな。お願いね。いろいろ世話になってるし、話だけでも聞いてやろう。ロボット山に行くぞ。いらっしゃい。武器仕上がっていますよ。ああありがとう。その武器なら。なんだ。お二人にお願いがあります。お願い。兄さんの仇を討ってください。ずいぶん物騒なことを思いついたな。思いつきなんかじゃない。俺が武器を作ってきたのはこのためなんです。あいつらを殺せる道具を作りたくてやってきたんです。金儲けのためなんかじゃない。あいつら。そうです。魔物と一緒にいる大きなロボットです。魔物とロボットが手を組んでおるだと。魔物がいるのか。はい。心は決まったか。ああやってやる。お願いします。兄さんの仇を。あのロボットを殺してください。ところで本日はどんなご用ですか。ありがとうございます。また来てくださいね。魔物が機械と一緒にいるだなんて、どういうことなんでしょう。理由が何であれ、魔物とその仲間は皆殺しにするだけだ。下が例のロボットのいる部屋らしいな。よし、このまま降りるか。この穴からか。下がどうなっているかわからんぞ。迂回するのも面倒だ。行くぞ。魔物がいるぞ。
魔物が指示を出しておる。足を狙って倒しましょう。魔物を倒せ。排除。する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 。防衛。私の職務。魔物が。あれは魔物だ、魔物なんだ。上から瓦礫が落ちてくるぞ。避けろ。脱出、脱出、脱出、脱出。外、世界、見る見る、守る、戦う。逃がすか。深淵なる英知の本に黙って戦え、クズ神。気が散る。その辺でもういいだろう。俺はやりましたよ。こいつがいなくなれば山に入りやすくなる。
これからはいくらでも強い武器を作れますよ。任せてください。わかった、わかったから。憎悪と狂気では心は癒すことはできぬ。でもそうするしかないんだ。愚かな。そうだな。